はい、どうも J チャンネル J です。お元気でしょうか。このところですね、ギターがちょっと不具合続きですね、なかなかちょっと運がついてないんですが、一ついいことがありました。これですね、カープの試合をですね、マツダズームズームスタジオに見に行って初めて勝ちました。まあ、黒田選手は出てなかったんですけど、これを買ってまいりました。15番ね、野球しないですけど、テニスの時使おうかなと思いますね。話は変わりますね。はい、ですね、ギターの紹介です。ギターを1本買いました。それではこちらです。はい、こちらでございます。もう見てのは分かるところですね、フェンダーでございます。フェンダーのストラットキャスターのヘッドがイメージ的な、フェンダーのアコースティックですね。名前はですね、ソノラン、SCE の V2 です。黒ですね。でネックだけがこうちょっとこれなんですけど、もっとネックも黒だったらいいんですが、まあ木材の関係でそうなったんでしょうか、わかりませんが、こちらを買ってみました。これですね、3万円台で買いました。こちらですね、フィッシュマンのアンプがついてます。でこちらの方はですね、だいたい今頃ね、最近ここにね電池がついてるのが多いですね。こういうタイプが多いです。はい、詳しくはまたね後でやりますけど、これがですね意外とですね、値段の割にはすごくいいです。いいですね。であと糸巻きなんかもですね、このフェンダータイプの、まあ、グローバーのいいやつに比べたらですねあれなんですけど、この値段帯にしてはなかなかいいですよ。で生音も結構音出ますしね、これいいよ。はい、こういった感じでね、カッターウェイになっていて、まあ、白のスクワードがついてて、ビニールは、はい、エレアコになってますね。でこれちょっとね気に入らないのは、このストラップのピンですね。このピンですね、ピンだけがちょっともうちょっとここらについてた方が、まあちょっとやってみないと分かりませんかね。はい、これですね、まあちょっと音出しをしてみましょうか。はい、このねアコースティックマイクじゃちょっと難しいかもしれない。よくね皆さん、エレアコのねレビューするんですけど、やっぱりこのラインで通した音をねちょっと聞いていただきたいと思います。はい、まずですね、まあ、ギターを比べてみようと思うんですよ。これエピホンのですね EL00 Pro なんですけどね、これギブソのコピーなんですけど、ちょっとこうこんな感じです。今繋いでないですね。今いい感じですね。本当ギターっていう感じがしますよね。ですね、ギターの時検品する時ね、マイクでコンデンサーマイクでヘッドホンでやってるんで、そうするとちょっとのビビりもすごく分かるんですよ。耳だったら分からないことがですね、マイクを通してねコンデンサーマイクで開くとビビりとかねすごく分かりやすいんですよ。最近ギターの中ではギターでいいですね。まず最初にですね、どういう風に違いが出るかやってみたいと思います。今ね、ラインとあとコンデンサーマイク両方で使ってます。両方で使うとこんな感じです。だからマイクの音も入ってるわけですね。このThank you.
ですね、マイクを今から抜きます。